ホープスター SM 株式会社ホープはかつて遊戯施設向けアミューズメントマシンの製造販売を中心に営業していた日本の企業である。1950年代、60年代にはホープ自動車の社名で軽自動車メーカーとして創業していた。太平洋戦争後自動車開発、生産を目的にホープ商会として設立された。1954年1月には ホープ商会からホープ自動車に解消。自動車業界撤退後の1974年4月、ホープへ再解消された。1950年代中期にホープスターブランドの KO と三輪を開発。それまで着目されていなかった K ミワトラックの市場を開いた。また、日本初の K 四輪駆動車も開発した。日本の軽自動車市場に、 ユニークな日地ジャンルを開拓したパイオニア的企業だった。自動車事業が不振となった1960年代中期以降は遊園地向けの遊具開発に業態転換を図って成功。2000年代前期までは大きく業績を伸ばし、日本国内のみならず国外への遊具輸出も行った。しかし2000年代後期以降は経営不振に陥り、 創業停止を経て2016年12月31日で株式会社ホープを解散、株式会社 KHP に解消され、2017年3月31日に東京地方裁判所の特別生産開始が決定され、実質的倒産に至った。ホープ創業者の小野忠資良は、香川県三戸翌城高瀬村に生まれ、長時って状況、先に、 東京へ出ていた兄の経営する小型自動車販売修理店で自動車修理業に従事する傍ら、1937年に東洋商業学校を卒業した。小野は10代の頃から技術開発に対する探求心が強く、当時普及しつつあった大戸三輪にも触れて関心を抱いていた。18歳の頃には早くも当時の内務省の委託で、 後戦後混乱期に臨宅として普及する旅客用三輪自転車の原型となった構成車を試作した。その後に、小野はすでに大手三輪業界の大手メーカーとなっていた東洋工業で一年間修理技術を学んだ後、陸軍に招集され、市長兵学校や気候整備学校の教官助手となった。終戦後東京に戻った小野は、 技能を生かして引き続き自動車修事業に勤しんだが、若い頃から構想していた小型三輪トラックの製作を思い立ち、これを試作するため1951年に上野で個人商店ホープ商会を開業した。小野は当時大と三輪の大型化が進行していたために空撃となっていた軽量級トランスポーターの需要を1949年に 制定されたばかりの軽自動車規格で実現しようとしたホープスター SU、ホープスター SU の運転台、単気筒ダブルピストン式にストロークエンジンを搭載ホープスター SU のシャーシカブ。1950年内後期には一般的でなくなっていたウォームギアのファイナルドライブとキャンバス製ジョイントを備えるが、これらは旧型ダットさんのパーツそのものである開発進行の傍ら、 1952年4月にはホープ紹介を株式会社に改組し、12月には長年の構想に基づいたミワトラックを発売した。愛称は社名に基づく希望の星としての期待を込めホープスターとした。ホープスターのスタイリングは戦前の小型オート三輪に類似するオープンタイプバーハンドル仕様であるが、より軽快でオプションで全面風貌。 屋根ホロも装備できた。小さいが、同時代に、やはり軽自動車企画に着目した、いくつかの企業で開発された華奢な KO と三輪と違い、上級オートミは同様に、チャンネルフレームやシャフトドライブを用いた本格的設計をとっており、当時のユーザーによる容赦ない国士に耐えられたことが、ホープスターの最たる長所であった。 零細メーカーのホープが当初から完成度の高い製品を開発できた背景には既存メーカー生産林、四輪トラック用の市販補修パーツを巧みに多用していた実情がある。このテクニックは当時日本各地の軍賞零細企業で自動二輪車がアッセンブリー生産されていたことと相通ずるものであった。ホープスターの心臓となる空冷単気筒。 サイドバルブ 360cc エンジンは、戦前から日本に輸入されていた、イギリス製オートバインビームのエンジンを参考に、小野忠資料の手で設計され、取引先の機械メーカーである、富士産業に委託して製作されたものだった。しかしその実情は列挙すると、ピストンは黒金 750cc2 機東用、コンロットやベアリング類は、東洋工業、松田車から流用など、 ブロック及びヘッド本体以外のパーツの多くが既存他社製品であった。そしてトランスミッション以降のシャフト5車軸周りの駆動系は日産自動車のダットサントラック用パーツをそのまま利用していた。既存メーカー車両のパーツはすでに市販車で十分な実績を積んで信頼できる品質でありパーツ供給面でも純正補修部品や社外互換部品を 修理業者向けの後半ルートから容易に入手できた。これは修理工場上がりの零細メーカーであるホープにとって都合が良く、またユーザーの立場からは品質やメンテナンス対策を保証する要素となって新山メーカーながら製品の信頼性を高めることになった。しかし長期的視点においてはエンジン生産などを外部に依存する。 アッセンブリーメーカーとしての体質を脱することができず、主要部品の自社生産能力を欠いた基礎体力の弱さから上位の総合メーカーとの競争力をつけられずに最終的な市場での敗退を招いたとも指摘される。ホープスターはその本格的設計で市場において成功し、1950年代中期のホープ自動車は生産体制を急激に拡張することになる。収益は 工場拡張や技術者の採用などの好循環を生み、技術的にもユニークなスプリットシングル方式の短気筒ダブルピストン式にストロークエンジンの新規開発など意欲的な試みがなされた。日本では他例のない方式で機械メーカー、従条世紀に移籍した東発出身の技術者の提案でホープスター用パワーユニットとして開発されたものである。 大小並列の2ピストン間におけるシリンダ内壁の熱問題が危惧されたが、実用上問題はなく、高出力化を果たして成功を収めた。この頃が経営のピークで、小野忠資料は当時自動車業界人の中でも長者番付上位に名を連ねる存在となったほどであった。だがホープが開拓した慶応とサンというニッチ市場は、 1955年頃から4輪トラックに圧迫され始めていた小型オート3輪、メーカー各社も着目するところとなった。1957年、業界大手のオート3輪メーカーである、ダイハツ工業が当初から全てを専用設計とした軽オート3輪、ミゼットを発売し、テレビコマーシャルを駆使して全国的な市場展開に乗り出した。その他のオート3輪メーカーも、 当初から4輪軽トラックを投入した東急黒金以外、続々と軽オート3輪を開発、市場へ投入した。既存メーカー各社は、整備された販売網と小型オート、三輪市場縮小に伴って余剰化した生産設備を抱えており、小型オート3輪生産のノウハウによって、軽3輪を開発するのも容易であった。 1957年から1959年にかけて一気に巻き起こったこの軽ミワブーム構成に価格競争力や販売網の脆弱な進興企業のホープは対抗しきれず急速に市場を奪われたホープでは1960年以降の軽四輪トラック市場の拡大にも対応し同年全輪独立喧嘩装備のボンネットタイプ軽四輪トラック バンのユニカー NT を開発して市場に投入したが、直後、意外な方面から、さらなるダメージを受けることになった。実績のある自社設計エンジンは従量製機への委託生産であり、シャーシに対する供給能力が不足したため、1961年の3輪、モデル ST、4輪、モデル OT では、これに変えてガスデンブランドの名門エンジンメーカーとして知られていた。 富士自動車の開発、製造による水平シリンダ式の空冷直列に寄稿、ロータリーバルブ式にストローク新型エンジンを導入した。このエンジンは本来、富士自動車自体が同年に試作しながら車内事情で市販化に頓挫していた1ボックス貨物車、ガス電ミニバン M36 用に開発されていたものであった。新エンジンの採用で、 在来型よりもキャビン内を拡大することができたが、肝心のガス電エンジンは、新開発で、全く市販実績のないエンジンであった。コンパクトで高性能という触れ込みであったが、ホープスターに搭載して市販すると、ロータリーバルブが1万キロメートル走行程度で、摩耗し、クランクシャフトは強度不足による焼け付きを起こすなど、欠陥品であることを露呈した。 ホープはこのエンジンを搭載したモデルのクレーム対策に追われ、経営への悪影響となった。1962年には、キャブオーバータイプ4輪トラックの OV を送り出し、K、キャブオーバー車流行を追ったが、自社機尊敬4輪のパーツを流用した、急増製品なのは否めなかった。資本力の乏しさから、大手他社の飛躍的進歩に対する追随は困難で、 エンジン問題にも追い打ちをかけられ、もともと大手に比べて一桁少なかった自動車生産の縮小が進み、1965年を最後に自動車業界からほぼ撤退した。小野忠資料は半生をかけた自動車生産事業からの撤退に際し、自ら工場従業員の再就職対策に奔走し、数百名の従業員ほぼ全てを路頭に迷わせることなく、 人員整理を完遂したという。また、提携ディーラーについても、三菱、愛知機械工業との新規代理店提携を圧戦し、広告の異例のない措置を講じて攻めを果たした。これに先立ち、小野は、自動車事業での不振を見越し、高度成長期のレジャーブームの新潮時を一にした、遊園地向け遊具の生産という、新たな日地産業に着目、新事業として着手していた。 競合企業が少なく、しかも需要が広がりつつあった遊具生産ビジネスは自流に乗って大きな成功を収め、ホープは日本の遊具業界での主要メーカーとなった。なお、小野正資料は自動車分野での再起を目視して三菱製の軽自動車用の空冷直列に寄稿、ピストンリードバルブにストロークエンジンを採用したユニークな軽四輪駆動車の開発を試みたが量産に至らなかった。 しかしその基本設計が廉価な代償で、鈴木自動車工業に譲渡されたことで、後の鈴木ジムニーへと発展した。業態転換後は、主に遊園地向け遊具やキッズ向けメダルゲームを主に製造し、遊具業界の代表的メーカーに成長。1998年2月期には31億円、あまりの売上高を記録し、2000年代初頭までは、堅調な業績を上げていた。 しかし、コンピューターゲームの普及やアミューズメント機器の需要形態変化に伴って、2000年代に売上が大幅減少。2008年12月期の売上高は10億円を割り込んだ。経営不振に陥ったまま過去の投資等による負債が増大。2015年4月に事業を新たに設立した株式会社ホープアミューズメントへ譲渡。ホープ自体は2016年12月に、 株式総会において会社解散を決議すると同時に称号を KHP へ変更。2017年3月31日に東京地裁から特別生産開始決定を受け、2017年8月8日に法人格が消滅した。事業を譲り受けしたホープアミューズメントも2017年9月20日に東京地裁から破産手続き開始決定を受けた。 ホープが製造し、セガインタラクティブが販売した、キャリーボットキャッチャー、軌道不評 k 0 2アレスなどの修理サポートは、セガインタラクティブのグループ企業である、セガロジスティックスサービスが、その他の製品の修理サポートは、ASJ 証券が行っていたが、両社は2019年9月に、部品調達難やホープの技術資料のみでは、修理が不可能であることなどから、修理サポートを、 在庫部品のみでの対応とすることを発表した。軌道不評計 -021RS の修理サポートに関しては、セガロジスティックスサービスは2020年3月25日に修理サポートを終了する予定であるほか、証券は映像、制御基盤の修理サポートを終了し、他の部品は代替品などで対応するとしている。チームソニックレーシング速報ホープ。 東京商工リサーチ2017年4月11日、ホープアミューズメント、破産開始決定 JC.net 2017年10月3日、ゲームマシン速報2017年10月3日、旧ホープ社製品に関する、お知らせセガロジスティクスサービス2016年11月29日、AB 旧ホープ社製品、軌道不評計マイナス0に1アレス。 保守対応終了のお知らせセガインタラクティブセガロジスティクスサービス2019年9月旧ホープ社製品保守対応についてのお知らせ証券2019年9月旧ホープ社製品軌道不評計マイナス0に1アレス守対応終了のお知らせ証券2019年9月ホープ自体は正確な生産台数を公表していない三菱自動車からのエンジン購入台数から 生産台数100台程度とする説があるが、1967年時点で、すでに経営規模を縮小していたホープの生産能力の実情からそれより少なかったとする見方もある。ありがとうございます。